隠してんのかこれ。隠してる。物理的に隠してますこの人。もう最悪やしって感じだな。はあ、挽回しよう。いいですね、平和だ。よき。おーい。よし。あ、平和。内部。うん。あの合コンのさ、一言目みたいなさ。エレクトリカル直した人ってどなた？あ、私です。私です。ちょうどいたんで直して出てったらセンターさんと竹尾さんが後々来ましたね。1回目は？1回目はパイさんじゃないですか。あ、1回目か。え、最後来たの藤宮さんじゃなかった？いや、竹尾さんだと思います。僕は行って、あ、そうか、押してるから。違うか。うん、まあ話すことも特にないかなって感じです。まだみんな来てよかったです。ブザーなる直前に O2 でしょぼすけさんとご一緒になったんですよ、ゲンです。あ、そうですね、はい。あのタイミングでぐちゃって殺しても全然良かった気がするので、気持ちいいですね。あ、そうですね、確かにあのタイミングはだいぶ切るタイミングだったなと思います。魚なんですけど、藤宮さんがすれ違った瞬間にすぐプッと戻って俺の方に一緒についてきたのはちょっと怖かったんですけど、あれはナビゲーションな、チールドからナビゲーションの相手するのかな。ナビゲーションタスクあるなーって思って引き返しただけですね。なるほど。あ、はい、ごめん、どうぞ。直前にセキュリティいた方います？あ、自分もずっと見てました。カメラ、ナビゲーション光ってた。セキュリティに、てか左側とりあえず行ってみたんですけど、タスクが一つも左側いなくて、暇だったんでセキュリティ見てました。メッドベイで誰か行ってます？行ってないっす。自分だけでした、左側は。了解。質問の意図は？ん？いや、なんか話題あった方がいいかな。あれ、合コン気をつけてたんですね。ありがとうございます。お付き合いしましょうか。あ、セキュリティとか行かれたことあります？あ、経験はあるんですけど、最近どうな、あそこいいのかな。あ、最近行かれてないですね、セキュリティの方は。でも前安かって美味しかったんですけどね。ちょっと高くなっちゃいましたね。あとは若いお二人で。なんだ、サイコパスタケオ。平和だ。たまには押してみたんですけど。あ、そんなに平和すぎる。消極的じゃん。うん、あれは、いやでも消極的な女性も結構いいと思うんですけど。まだ続いてた。さっきの話。竹尾さん、多分突っ込まれるの分かってると思うんですけど、なんでコミュニケーションの前立ち止まってたんですか？コミュニケーションの前。うん、シールドから。一緒に行くときに殺されねえかなみたいな感じで立ち止まったんですか？ちょっと行くかどうか迷ったんですよ。リアクターに？リアクター鳴ったってことは右側下にあるかなと思って右側回ってからボタンを押したって感じ。ああ、そうですね。はい、ねえ、自分がナビゲーションでタスクやってたとき、はい、すれ違ったのって竹尾さんであったんですね。ちょっと見て、タスク見てっていうか、タスクやってるの見て、ボタンを押していったっていう感じです。オッケー。じゃあ、アドミンでナビゲーションで2つ人影があるの見えたのは、じゃあその2人とかですね。
うん、そうですね。そのこの時点で右側にいたのはあの2人しかいなかったので、まあ、切るタイミングではありましたよね、うん、かなり。あ、いや、ないないない。セキュリティのカメラが光っていたんで。あ、そうなんですね。はい。そうなの、そこまで見えるんじゃなかったけど。カメラ見てなかったですか、セキュリティで。あ、セキュリティ見てたら俺かも、ちょっと。あ、だからカメラ光ってたから無理なのかなって、自分が見たタイミングで思いましたけど。まあ、かなり今、右が白目だなと思ったんですけど、まあ、そうでもないってことですね、うん、そうでもないかもしれないです。わかりました。なんか、もはや、キルタイミングって、あまり精査入らないような気もしてる。まあ、このボタンが白くないですか、僕。誰も言わないからね。誰もボタン白いって言わないから。自分で言う。最後は自分で。自分から言っちゃうとね、やっぱりちょっと心象がですね。勝ちですよ。だって。いや、かなり多分終わりました。勝ちかもな。勝ちましたね。勝ちました。はい、予言します。次、雑キルが起こります。雑キル。なるほど。おいおい、誰や入れたの？俺入れてないぞ。どれハリウッドか？合コンのノリが終わった。ちゃいますよ。ちょっと男子やめてよ。ミュートできてなかった。あれ高田さんに聞こえてたか。大丈夫かな。やばい、もうダメだ、今日もうダメだダメだ、ミュートゲーかもした。もうダメだ、もう俺はこの試合終わったら寝るんだ。よかった、高田さん死んでた。うん、はい、武雄です。高田さんの死体をリアクターの真ん中で見つけました。リアクター、うん、いつ頃死んだんだ、わかんねえな。私 O2 なった時にアドミン側直したんですけど、その後マップ見てリアクター1だったんで様子見に行ったっていう感じなんですね。あ、じゃあ僕とスナパシさん絶対無理だ、 O2 いたから。はい、ちょっとどのタイミングかわからないですね。ん、最初だったらできるくない？あ、違くて、竹尾さんがアドミン直してるの見て僕オーツに向かってます。ああ、そういうこと。はい、で直したのも僕です。うん、僕はあのあたふたしてました。その後藤宮さんが来たのを見てる。ちょぼすけさんも自分ともすれ違ったよね。はい、僕すれ違いました。僕ナビゲーションのタスクやりに行きました。センターさんに投票したんですか？スキップ、もうタスクでタスクで終わる。誰が犯人でもいい、ゴキリしなきゃいけないから。確かに。あ、ちなみに僕助かりましたよ。リアあとちょっとです。あと僕も2つぐらいですね。まあ初回もあるです。これもあったいきます。ちなみにゲーム戦結構武雄さんが怪しくて、それはマシャカリさんが怪しいと思いました。なんでやね。アドミン武雄さん1人だったよ。ん、直した時コーツ竹尾さんがちゃんと直してるよ、その場で。アドミンの竹尾さんがいたときにアドミンがなり、うん、アドミンじゃない、O2 がなり、竹尾さんがいるのを見て、竹尾さんがやってるのを見て、O2 向かってるから俺。竹尾さん、しかも、あれだよ、そのナビゲーションでキルするチャンスを逃しておきながら、わざわざボタンを押してるからね、昨日。いや、それ白いよな、やっぱ。うん、それが決定的に、だって、そのキルを逃してるんだったら、他のキルすべきだけどね。だから今の状況で、インポスター不利になってる状況を作り出したのは、竹尾さん自身であるってことで、うん。うん。間違いない。決定的すぎる。そうなの、ね。決定的だし。そうなの。竹尾さんがやってたら面白すぎるわ。あ、伏線か。なんだこいつ、なんだなんだお前、やめろやめろ、俺を殺す気だろ、分かってるんだろ。くそ。
そだよ。はい。ごめんなさい、停電中だったので場所は分かりませんが、はい、カフェテリア内部です。だとしたら、ああ武雄さんは無理です。やっぱりもう確率に。チョボスケさんも無理ですね。源さん。ゲームも無理ですね。源さんと僕無理ですね。自分も無理。一緒に。左側行った人ってさ、自分のこと見てなかったっすか？見てない。見てないですね。アッパーエンジンで夏目先生見ましたけど。あ、そうそう。停電が起こった時に、うん、もう怖くなってアッパーエンジンの左上に自分もう待機してます。もう。ああ、見ました。なんかアッパーエンジンの左の隅にいましたね。そう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 、確かに。なんか。あれ、カフェテリアで。なんでその端っこ行ったんだろうみたいな。カフェテリアのどの辺でしたっけ、下行って。わかんないけど、ボタンの下ぐらいで光った。ああ、そうか。え、待って、メドベイから来てっていう感じ？僕はメドベイ行って、メドベイから戻ってきて発見。メドベイにいたスナパイさん僕は見ました。はい。え、藤宮さんって見える？左上に行ったの。あ、藤宮さんはね、アドミンが最終位置です。僕アドミンです。うん。あ、でエレクトリカルに1人いるのは確認してました。あ、それ俺です。でもアドミンだったら切る可能ではありますよね。ね、まあ、うん、距離的にはそうですね。まあただ今回に関してはまだ何もせんでいい気がする。あ、俺はタスクでいいと思うんだけど、先端も言ってたように、うん、もう結構お前が殺したんだ。残りにやると任務差残っていた場合、確定している状況から4キルしなきゃいけないんでしょ。現次ボタンをだから単純計算で1分かけないと無理じゃね。でその間に死体も発見されずに過ごすっていうのが多分インポスターきついと思うから、僕はタスク終わりました。ボタン押さんでええと思うし、あ、そう、タスク優先でいいと思う。ないので僕が直しに行きます。タスクが終わった僕が。はい、オッケーです。ボタンを押して切る、じゃあ消すのはダメですか？俺も多分28秒ぐらいでボタンを押して切るクールダウンをなくす作戦もありなんで、うん、でさっきも言ったように竹雄さんが白っぽいんであれば、先端の遺言的なものにのっとってタスクを終わらせ、最優先で終わらせるって感じで、うん、タスク勝利のやろ。殺したお前が。朝からもタスク終わったんで、俺の言い間拾ってたね。とかリアクターだったら優先的に直します。はい。僕位置が下だからね、僕が直しに行くって言いました。見た。あ、ほら、スナパイさんミュートゲーするとか初心者か。さすがにミュートゲーよな、ちょっとな。はい、一個だけ達成しました。はい、うん、自分まだ残ってます、はい、僕も残ってます。残ってあと1箇所ぐらいです。自分まだちょっと、あと1、ん？あ、2か。タスクが終わってるのは僕とスナ、あ、ショボスケとスナパイさんと魚さん。はい、うん、残ってます。さっきの事件の容疑者って結局僕と誰なんですか？スナパイさんのセルフ。ああ、うん、なるほど。ペットはね、残ないですね。死者目線しか見ない。そのキルに、センターさんのキルに関しては竹雄さんは本当に無理かな、あのポジション的にも、うん、なんかもう竹雄さん白で置く感じになってるから、竹雄さんは白でいいんじゃない？竹雄さんが唯一インポスターだった場合の面白い点が、自分であれやっといて追い込まれてるって感じじゃない？あれそもそも竹雄さんって何で疑われてんだっけ？俺あんま分かってない。リアクターでのキルだと思います。ああ、そうか。1回目の。うん。さすがにないでしょう。ナビゲーションでこうするか。ないでしょ。ね、ショボスケさんってさ、自分が左上に行ってることってをなんで確認？どういうことだって停電起こって自分左上に行ったんですよ、はい、それまではアッパーエンジンのタスクをやってたんですよ、ね、あ、言ってないね。あれアッパーエンジンの端っこ左上、あ、言い方がおかしかった。左上見てないです。アッパーエンジンに夏目さんは今僕に左上に、じゃあアッパーエンジンにいるの誰か見たいですかって言われたから、僕はさ、アッパーエンジンの見ましたよっていう風に答えた。あ、そういう感じに。あ、そうです、はい、ごめんなさい、日本語がちょっと、いや、じゃあ僕もちょっと申し訳ない。左上っていうのがアッパーエンジンって意味だと思いました。アッパーエンジンの、そう、左上って話。あ、そういうことなんですね。 OK です、はいはい、ちょっとそこは疎通が取れてなかった感じですね。すいません。 OK、 じゃあスキップでいいと思いますか、ね、そうですね、はい、うん、失礼。頑張ろう。頑張ります。坂田健志とセンターのために頑張ろう。おい、
両方ともてめえがやったな、これ。これは、ちげえねえ、魚。てめえが、この2キルともやったな。それしか考えれねえ、今のセリフは。隠してんのかこれ隠してる、物理的に隠してますこの人そんなこと、ああ、キレクールタイムもってことね。あ1個めっちゃ気になったことあるから、はい、いやどうぞ。魚さんの横で藤宮さんが死んでました。リアクターです。俺の横え、原さん俺の横で死体が出たたの。はい、はい、嘘、O2になったんで。いや、おかしいおかしい。だってさ、俺ちゃんと上からかぶせて隠したもん。なんか言ってる。おかしいおかしい。これでなんか言ってるの。おかしいですね。なんで上から隠した死体が見れるんですか、源さんは。おかしくない？おかしいですよ。おかしいよね。こういうこと言わないと思うから白い。これインポスターだからそういうことしてるじゃないですか。言いますか皆さん。悲しいです。え、ちょっと待って、俺後で源さんの放送確認していけないと。マジでさ、だって隠したってちゃんと俺。いや、死体見えなかったんですよ。だからどなたが死んだか分かんなかったんですけど、リポートだけ出たんで押してみたら。いや、僕魚さんに言いましたけど、源さんのおかしいとこちゃんと話しましょう。ゲンさんおかしいところは死体を俺が上からかぶせてたのに、こうやってね覆い隠せたのに、隠したのに見えてるっていうおかしい。それはおかしい。死体を隠されたわけですね。ゲンさんに投票しました。俺も魚さんに投票したけど、ゲンさんはインポスターだと思います。なるほど。じゃあ乗らせてください。ナタグルなんで投票しないの。いや迷って、どうやって思ったのさ。オーツ直すと遅すぎじゃね。いや違う。ちなみにアドミンが何してたの。アドミンが自分行ってて、これみんなアドミンに行ったなと思ってオーツ行って夏目に座ったんですよ。ちょっと待って、ちょっと諦めよう。いや本当に魚さんインポスターね。魚さんインポスターね。魚さんね。じゃあ原さんローラーしてください。原さんローラーしてください。おかしいぞこれ。もうマシャカリ、もうマシャカリ怪しいと思ったよ。これ宇宙、宇宙はでも生き残れるから。なんだこれ。面白い。カオすぎる。じわっと進みましたけど。ちょっと夏目先生、29秒で。ちょっとさ、わかった。もう決めよ。マシャカリだと思うわ。ね。いや、ちょっと。最初のやつで、なんか、追いかけてきた。ストレージ、自分、マシャカリさんと。なんだよ、そんなの一緒におっただけだろ。違うの、違うんですよ。マシャカリさんと。最初のやつ話すんだよ。さっき話しよ。2週ぐらい、2週ぐらい、くる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 。最初のやつやな。俺はさっきの話してる。いや、もう、は、さっきね。さっきね。さっきね。はい、皆さん、今日は、お昼寝の時間ですよ。夏目先生、たぶん、リポスターが終わるって言って。違うの、違うの。じゃあ、パパ聞いて、パパ。心配、パパ聞いて。聞いてください。俺は幼稚園の先生だ。うん。あ、先生、聞いてください。ちょっとね。自分はアドミンに行ってました。それは、源さんが見てたはずです。源さん見てたね。源さん、お兄さん。で、源さん、源お兄さん、源お兄さん、見てた。源さん、銀さん。え、なんで？なんで？え、違う。源さんも思ったよね。え、違う。源さん、違うの。え、アドミンに行ってた、見てたね。見てましたね。見てましたね。で、あ、これ、あ、じゃあ、オツの方直そうって思って、みんな来てたし。ね、自分は陽気にもうみんなを救うヒーローになるって言って、O2 の方を直してたら、普通に直して遅かっただけなんですよ。そこ勘違いしてもらわないで。はい。
ごめんなさいわ。いや、ほんとだって、おかしいじゃん。ほんとだこの話だったら治ってんじゃん。この話だったら治ってんじゃん。で、俺、アドミンでゲンさんたちと合流して、ゲンさんたちとみんなで一緒に大津行った段階で治ってなくて、俺らが追加したら治った。自分が治しました。自分が治しました。マシャカリさん入れました、僕。マシャカリさん入れました。先生って名乗ってるんですから。マシャカリさんじゃなくて。じゃあ、わかった。マシャカリちゃん。隠してるから、マシャカリさん。マシャカリさん。マシャカリさん。マシャカリちゃん。俺はマシャカリさんですね。いや、夏目先生、どういうことですか？謝れ。謝ってくださいよ。大津ら押ししてる。謝ってください。謝らないよ、やだよ。えぇ！マジで？え、違う、本当に違う、本当に違う。あ、ま、助かる。え、助かるから、ちょっと。止まりだろ。え、じ、じ、あーなんで無駄に無駄に夏目さん釣られちゃった。あ、間に合わなかった。殺そうと思ったのに。何なんです。これは一体夏目さん言ってること正しいのに夏目さんが釣られるの面白かった。さんに申し訳ないからとりあえず議論で一人だけでも殺そうと思ってました。ごめん。ずっと正しいこと言ってたのに夏目先生がそれ分かった。先生なのに幼稚園児みたいな。もうさ、もうパッションパッションパッションすごい最怒涛のパッションが今日やっぱパッションなんですね。最後要はパッションパッション負けしてたけど、あでも夏目先生なかった。最後直すの遅くなかった。え、おい、わ、いや、もうね、あれ苦手なんですよね。いや、これごめんね。本当に苦手。皆さんみたいに俳句できないです。なんか一回、あの、数字をよ、数字を頭の中に入れて、こう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 ってやるんで、うん、皆さんってなんか見ながら、はいはいはいってやるじゃないですか。はい。だから3秒ぐらい遅い自分がやると。あれ。じゃあ、O2 発動したら夏目先生結構。O2 狙ってけ。扉閉めとけよかったから。いやもう本当本当まずい。それはプレッシャーで手が震えてた今マウス。あのね、ずっとね、魚さんが殺した瞬間を見てたし、魚さんがちょっとずつ位置修正して死体を隠してたシーンも見てたから、めちゃくちゃ面白かった。駅にタスクやってて見えなかったとか言うかと思ったら、普通に隠したんだけどなって。いや、一つね、あれ、何点かあって、藤宮さんがリアクターのタスク行くのは分かってて、その直前でボタンを直そう、うん、あの、タスクやってるのを見てるから、絶対リアクターのそこ行くだろうなと思ってて。だからそこで殺すのは決まってたんですけど、うん、あの最悪のことに弁当が近くてもうサボタージュができないというね。そこがね、やべえ。そういうことだ。直しに行った方めっちゃおられたんで、じゃあ逆方向でも見に行こうかなって。ほぼ散歩だったんですけど、あと2秒やったんよ、あと2秒やったんよ。こうやって隠せてたのに、あと2秒だった。隠せた。ごめんね。いやごめん、あまりにも今日殺して疑われてるからちょっと殺意を収めたんです。